こんにちは。5月の鉄道ニュースをお届けしたいと思います。5月の鉄道ニュースですね。今月はどんなことがあったのかなと、大きく分けて2つ、今月お届けしたいと思います。よろしくお願いします。毎年のお楽しみが今年も発表されております。鉄道友の会選定のブルーリボン賞とローレル賞発表されました。5月の26日のことでございます。毎年ね、鉄道ファンの間ではどれが受賞するのかななんてことをお楽しみにしてるわけでございますけれども、今年のブルーリボン賞から出ましたね。京急の線型1890番台が受賞いたしました。新型車両っていうわけじゃないんですけど、一線型っていう大きい括りの中のちょっと違う部類のあの車両がね、1890番台ってあるんですけれども、 LC 座席ですよね。ロングクロス転換ができるやつ。朝のウィングとかがね、基本メジャーな運用で言うとするのがあるんですか。それからまあ団体臨時用とかにも使えたり、あとね、トイレがついてると。これ京急の車両でトイレがついてるっていうのは多分これだけなので、非常に面白い車両かなと思います。快適な設備を整えた車両、京急の1890番台が今年のブルーリボン賞ということでございました。はい。それからローレル賞でございます。京阪3850型と、これはプレミアムカーの車両ですよね。京阪の青い車両です。プレミアムカーもまだ乗ったことないんですよ。だから乗りたいなって思ってるんですけれども、そんな車両がローレル賞1個受賞したと。そしてもう一つ、こちらですね。東京メトロの17000系と18000系でございます。私、報道公開にも行かせていただきましたけれども、ちょうど1年前ですよね。去年2021年の6月の2日です。もう忘れることもない。6月の2日に18000系の報道公開、鷺沼でね、あったものにお邪魔いたしました。ありがとうございました。18000よりも先にデビューしております。有楽町線の17000系もローレル賞受賞と、これおめでたいですね。はい。報道公開に呼んでもらった人間からすると結構嬉しいことですね、これはね。はい。皆さん乗ってみてくださいって、まあこのメトロに限らず、京急も京阪もメトロも全部乗っていただきたいんですけれども、毎年のこの楽しみですから、このように今年は決まったということです。はい。5月の大きなニュース一つ、このブルーリボン賞とローレル賞を発表されましたということでございました。続いてでございます。二つ目。こちら、京急の鉄道事業設備投資計画、こちら発表されております。別にどこの会社でもね、こういうの毎年出ますけど、京急はちょっと気になるところがあったので、選ばせていただきました。省エネ車両に切り替える、新型車に置き換えますよっていうところがあったんですよ。それで使用電力量を削減しようっていうページがありまして、そこに書いてあったんですね。はい。開示直波制御の1500型を VVVF 制御の1000型に置き換えるなんていうことが書いてありましてね。そんな時が来たかなんてね思ってましたけれども、京急で今活躍をしている車両は1500型600型1000型2100型、この4つですよね。800はねもういなくなりましたので、でその中の1500型古い車両ですけれども、これがちょっとずつ置き換えられるということで発表されておりますけれども、直接ね1500型は引退させるとは書いてないんですけれども、例としてね写真が出てるのは1500型と1000型なので、多分1500を置き換えるっていうことだと思うんですけど、通勤電車らしい顔してて僕はすごい好きなんですけれども、結構8連は少ないですか。少ないね。8連は多分数本しかないので、浅草線とか京成に直通できる8連はあんまりないですけれども、第一線とかでね4連はたくさん走ってますし、あと6連もあったかな。幅広い活躍をしている車両なんですけれども、一番古い車両ですよね今ね、京急活躍している中だと。置き換えられる時期になっちゃったかと思ったんですけど、1000型をまだ作るのかっていうところもちょっと気になるんですけど、線はねかなり大量に増備をされておりまして、両数もね8両もあれば4両もあれば6両もあるんで、大量に作られてるんで、京急ね行けばもういくらでも見れる車両なんですけど、それがまた増えるのか、はたまた新しい新形式の車両が登場するのかっていうところは今後気になるのかなというところでございます。そんなわけで、京急のちょっと気になったこの1500型もうそろそろ引退しちゃうんじゃないのかなというニュースでございました。以上、5月の鉄道ニュース2つお伝えしました。ありがとうございました。